はい、皆さんおはようございます。今日2021年の5月19日かな。まあ、今日も渓流釣りですわ。で、今ね、川に入っていくために、この道路沿いをひたすら歩ってますわ。このね、山の奥の方に川があるんですよね。で、車はこの上の方に止めといて、で、まず道路で、下の方に下流側に歩ってって、で、釣り上がっていくっていう感じですね。そうするとね、帰りが楽なんですよね。釣り上がったところは、ちょうど車が近いというところで、いつも終わりにしてるような感じでやってます。だいぶね、もう先週ももう来たんだけど、葉っぱがだん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 大きくなってきて、なんていうの、木の向こう側がもう見えなくなってきたね。先週まではね、スケスケで見えたんだけど。まあ場所はね、年がら年中来てる指磯川ですね。群馬県の利根川水系の指磯川ですな。今年ね、まだあまりいい釣果得られてないんですよ。まあ、ちょぼちょぼは釣れてるんだけど、ちょっと動画にあげるにはつまんねえかなと思って、まだあげてないっす。はい。川見えてきましたね。じゃあちょっとこれから川に降りますんで。はい。はい。今ね、川に降り、やっと降りてきてね、仕掛けを準備し終わったとこです。まあね、朝まだね、7時なんですよ。なんで、ちょっとね、水温も低いし、まあ、まだ季節的に水温は低いんですけどね。まあ、こんな感じの川です。で、ちょっとね、天から釣り、まあ、毛針釣りですよね。にはちょっとまだまだ厳しい季節なんですよね。なんで、あんまりちょっと今日も期待できねえかな。動画開けられるかどうかわかんないけど。とりあえずはやっていきたいと思いますね。あとね、いつもね、こんだけ荷物背負ってるんですよ。まあ、要はいろいろ今の時期寒いしね、途中で着込んだりしなくちゃいけないとかね。まあ、あとはまあ、食料ね。普通のお昼と、あと非常食。何かあった時のための非常食。と、あとは撮影機材。今撮ってるこのカメラ、アクションカメラですね。と、アクションカメラをあと2台リュックに背負ってます。で、その他に普通のなんつうんだろう。まあ、それも動画撮影用のカメラなんだけど、それも背負ってますね。計4台カメラ常に持ち歩いてますね。まあ、あとは三脚、もろもろ、そういうの撮影機材背負ってますんで、結構重たいです。10キロ以上あるかな。まあ、だいぶこれでね、体力つきますけど、まあ、いいや、とりあえずちょっと始めていきたいと思います。さてさて、じゃあちょっとやっていくか。あまり期待はできないけど。さあ、とりあえずはね、その辺の、ああいう、今ね、まだ水温低いんで、ああいう淀みじゃないと、毛針食わないんですよね。さあ、どうだ。まだちょっと朝早いんだよね。ちょっとああいう淀みにね、毛針をちょっと漂わせて。まあ多分イワナだろうな。ヤマメはまだ厳しいかな。よし、そこどうだ。かあ、冷てえ、足が冷てえ。今、膝までちょっと水の中に入ってるんだけど、冷てえ。これじゃあ、毛針なんか食わねえやな。
便から無理だわ、これ。この水温じゃ。おお、来た。おお、ヤマメじゃん。ちっちゃいけどヤマメでした。こんな水温低いのによく来たな。はい。12、3センチってとこだな。よく来たな、この水温で。いやー。よいしょ。はい、放流。よいっと。おー。あ、今年、指そがわで初めてのヤマメだわ。イワナはちょこちょこ釣ってたんだけどね。よっしゃ。あー、こっちのもう、すげーわ、これ。木がなぎ倒されちゃって。全然川じゃなかった。ここ、去年はここ、藪だったところで、こんな、水流れてなかったのに。で、メインの流れはこの向こう側ね、こっち側にちょっと今行きます。よこしゅ。いやいやいや、すげえな。はい。こちら側がメインの流れですね。わあ、ああ、なんか変わってんな、やっぱ。形相が全然変わってるけど、なんかポイントが増えたな。いいポイントが増えたけども、今の時期はまだちょっと期待しないけど、夏が楽しみだね。顔の形相はなんか去年よりもいい感じになってんな。いやー、いい天気になってきたね。朝は寒かったけど、暑くなってきたね。まあ、それはいいけど、この足元ね、これカモシカだね。カモシカの足跡が、こう、ありますな。うん。こんな感じでね、カモシカ、水を飲みに来たのか。クマの足跡はまだないね。まあいいわ、それは。釣りに専念しよう。さあ、フォーポイントが続きます。はどうだ？あ！やば！危ない危ない危ない。今、根がかり、そういう木の枝がちょっと出てたわ。危ねえ。ダメだな。よっしゃ。向こう側を狙いたいんだけど。届くかな。向こう岸の淀み。あ、やっぱ結構いるわ。こう。足元魚走ってたもん。いやー、入ったね。全然食ってくんね。さあ、どうや。うん、来ないな。絶対あそこもいると思うんだよな。ただ毛張りには厳しいね。おし、来た。あ、今のでかかった。カメラにも映ったかな。今のや、イワナだったね。もう一回来るかな。イワナだな。ちょっと結構大きかったな、今の。
いやー、なんてこった。あ、今つついたな、また。やっぱイワナだな。さあ、どうだ。ちょっとね、休ませておいたんだけど。どうだろう。来ねえかな。おーし、来た。ちょっと待って。あ、まあまあ、おっしゃー、ちょっとイワナだったか、やっぱり。うわー、ちょっと流れの速いところでね、大変だよね、飛び込みが。よっしゃ、やっぱイワナだったか。はい、イワナ出ました。いやーよ、さっき出てきたやつだね。やっぱイワナだったな。ちょっと休ませておいたらね、出てきたよ。やったね。いやー、今日ま、やっとまともなんか出たわ。おー、いい罠じゃん。よいしょ。はい、やっといい罠出ました。シャークはないね。27、8センチって言ったとこかな。綺麗だね。はい。まだ、ちょっと、まだね。細いっていうか、そんな感じするね。いやー、よく来てくれたわ。うん。よかったー。とりあえずは今日満足だな。こんだけのサイズが出れば、イワナで。天からまだ厳しいからね。はい、よし。逃がしてあげます。リリース。よっしゃー、でも結構大きいな。よっしゃよっしゃ、やったねー。仕留めてやったりだ。よし、そこはどうだ。ないかな。もうちょっと石のあの縁か。よし、来た。おー、さっきのよりはちっちゃいな。まあまあ、でもいい感じのイワナですな。はい、イワナ出ました。よしよし、調子出てきたぞ。やっぱあの岩の縁にいたな。イワナ出ましたね。今ね、かかるところが、唇っていうかね、硬いところがかかっちゃって、なかなか返しが抜けなくてな。はい、イワナ。今日の2匹目です。さあ、放流。はい、どうも。よっしゃよっしゃ。
な感じで結構調子出てきたぞ。水温もだいぶ上がってんな。朝に比べると全然違うわ。よっしゃ、とりあえずどっから攻めるか。やっぱこっちの手前、こっちの下側からだ。こっち側からやっていくか。まあ、あの岩の縁から流しちゃってもいいんだけど。もうちょっと向こうの淀みに突っ込もう。さあどうだ。絶対出そうな感じするよね、見た感じ。この流れね、スッつんでラインが。あれ出ない、マジか。こっち出ねえか。え、じゃあそっちか、そっちの大本命か。じゃあそっち入れてみっか。おっしゃ、よし来た。おーい、バレないでちょうだい。でかいぞこれ。イワナだと思うんだけど。よし、うわーわわわわわ、やばいやばいやばい。やっぱ出たな、真っ黒なイワナ。お、でっけえな。今日一かな。シャクは言ってねえな。取り込みが大変なんだよね。わわわわわ、またそっち行っちゃった。ラインが長いからさ、ラインを手で手繰り寄せねえと。やった、でかっ。シャクは言ってないけど、すげえわ。やっぱり出たな、予想通り。いやー、久々に興奮したで。うわ、これぶってえわ。あら、やばー。針がかりすげえ浅かった。今すぐ外れちゃったわ。危ねえ。ライン緩めたらもう多分外れたな。いやー、今年、お、でっけ。これ尺いったかな。うん、微妙だな。でもすげえ、なんか、なんこれ。金色に光ってるよ。金色になんか、すげえ綺麗な。で、極太、この、なんこの太さ。岩波じゃすげえぶってえな。いやー、やったぜ。今年初の YouTube に動画上げられるかな、やっとこさ。もう、10回以上もっと行ってんな。20回まだ行ってねえけど。そんだけ通っててね、全然一度も釣りの動画上げられてねえからね。今日は上げられるな。よっしゃ、思った通りに出たな。よし、そろそろ保有するか。名残惜しいけど、はい、最後に。こんな感じのイワナでした。すごいわ。よいしょ、放流。全、またぐらに減ってった。よし。いやー、やったね。あの縁から出たが、やっぱり予測通り。多分でもまだいるんだけど、やめとこう。今日は次のポイントで行こう。うん、こんなもんか。こっち側どうだ。おー、かかった。あら、バレた。今の結構大きかったな。
来ねえだろうな。あんだけのバラし方しちゃうと。しまった、いいポイントだったのに、木の枝に引っかかっちゃったぜ。あららららら。魚まで空気満々だったのにな。枝が切っちまったぜ。はい、お疲れ様でした。もうね、まだね、時間2時ちょっと過ぎなんだけど、雨がね、本降りになってちゃうんで、もう上がります。せっかく、今日ね、まあまあ、そこそこ、まあまあのサイズが3匹釣れたんで、満足して帰れますわ。まあ、これからね、また、こんな感じでいいポイントが続くとこだったんだけど、まあ、しょうがないよね。さあ、これから、ちょっとこの藪の中をね、この野郎って、道路に出ます。まあ、今だからまだこんなに見通しがいいけどね、これからどん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 見通しが悪くなって、すごいことになってくるからね、もう普通の人だと怖くて、とてもじゃないけど、いけないと思うんだけどね。まあ、釣りやってる人は比較的慣れてるからあれだけどね。まあ、こんなとこでした。で、ここをよじ登って、道路に出ます。まあ、そんな感じで、はい。お疲れ様でした。